ではどうぞ失礼いたします今宵も一人の志願者が己の野望を胸に取れへと挑むまずご経歴をどうぞ名前は森亮と申します年齢は三十一歳です 住まいは大阪府です。最終学歴は高校卒業で、現在の職業は株式会社アップテンポの代表取締役を務めております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。300万円、出資形態は投資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿はスマホの相談窓口をオープンし、相談場所に困るスマホが不得意な方の拠り所を作りたい。 トラその思いを金に変えろでは森さんの簡単なご経歴をお知らせくださいはい、はい、高校卒業後、えー、と携帯電話会社代理店に、えー、と就職し9年間携帯電話の窓口で従事しました7年間は、えー、と副店長という形で店舗の責任者を任せていただいて21歳から副店長として 店その後ですねちょっと今よりも稼ぎたいという思いがありまして2020年の4月に退職いたしまして個人事業主として活動を始めましたで半年後ですね株式会社アップ店舗という会社を設立し現在に至ります 今回の,あの事業プランを簡単にまず教えてください、はいは今回ですねスマホの相談窓口を店舗型で、えー、と出店するというビジネスプランでございまして現状大手携帯会社でも集合型のスマホ教室というのは開催はされておるんですが決められた内容の受講しかできないような形になっておりますので今回のビジネスプランは実際にスマートフォンを使っている方がここがわからないここを解決したいといった内容を に特化した店舗型のスマホ相談窓口をオープンしたいというビジネスプランになっております。これあの個人事業主でされて、はいはい、で最近法人にされたということなんですけれども。はい、その間のお仕事もこのお仕事をされていたということで、よろし、はいですか。個人事業主で開業してすぐはですね、あのちょっと今よりも。稼ぎたいということで、携帯電話会社の経験を生かして、あのよくショッピングモール等で。 携帯変えませんかっていうようなイベントスタッフっていうのがその当時は稼げる単価だったのでイベントスタッフとして半年間えっ、ー、と業務をしておりましたでその後です会社を設立はしたんですけどもえっ、ー、と方向性はどうしようかなっていうところで決めてなかったんですけども実際あの2021年から 今の形であの生命保険の代理店業務をやってる会社なんですけどもその PR 活動として実際スマホの相談スマホ教室っていうのを市と連携してですね無料で会社 PR の一環として事業として行っております俺の弟やってますよ派遣みたいなでへえもうあるんですねじゃあ。 えと実際にあの出張型であの民間でもそういった形で同じようなことをやってる会社っていうのはネットで見る限りはあるんですけどもそこに関してはあのどうしても単価が出張型になるので45分で7000円であったりと結構割と高額な単価設定になってますのでそことは差別化を図りたいというビジネスプランに今回なってます普通にショップに行けば済むんじゃないんですかこれ ショップがですねあの実際今昨今あのかなり携帯電話の業界も変わってきておりましてデータ機種を買い替えた後にデータを移したいっていうのもじゃあ3,000円 LINE してほしいじゃあ1,500円っていうような形別途費用がかかったりですとかショップに行けばもちろん操作の受付はしてはいただけるんですが自社のサービスじゃない場合はどうしてもちょっと私たちは分かりませんっていうことで門前払いされるっていうケースが多々 ございますのでそことは大きく違いがある教室にした窓口にしたいと思っております森さんはいめちゃめちゃグッドタイミングなんですよ株式会社モノリスジャパン代表岩井義明令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にペットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長 志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのかめちゃめちゃグッドタイミングなんですよ<え>昨日僕機種変更したんですよ <laughs> 機種変するだけで3時間でこのアプリを全部こうやってくれたんだけど1個だけできてないんですよ、はい、これ今、はい、あなたが直してくれたら、はい 一旦出るかももしれれないれい万円くららわあおそ,らくそだと思います僕毎日マメでで要はフェイスブックとインスタグラムとか X とかにね、はい、全部あのコピペしてバーってやってくんだけど、はい、その記事って押すとあの要は。 あの保存できるじゃないですかできなくなっちゃったんですよ下書きの保存みたいなのができなくなったってことですかこれ直したらご自慢ですちょっとミス拝見ですかすいませんいいちょっと拝見してもよろしいですかすいませんで、さっきからうちの若い子とかにもやらせてんだけどわかんないのダメかな 今すぐが難しいかもしれない一旦諦めましょうか。はい、すいません、申し訳ございません。ちょっと後でよかったらぜひ。はい、すいません、申し訳ないです。残ってください。はい。いや、これむだならないですよ。そうですね。今確かに保存済みとはなってるんですけど、反映してないってことですよね。で、さっきあの高齢者ってモテさんが言ってた僕もまあ高齢者なわけですよ。本当にわけわかんなくて携帯って。 もうあの向こうの人にやってもらってる間もなんか申し訳なさすぎて、えー、ごめんねごめんねごめんね,めんねずっと謝りながらしかもあの向こうの善意でもう一回やってみましょうもう一回やってみましょうってやってくれるんで,でいい人だったからいいんだけどあの人によるじゃないですかこういうのってで腹立った時もあるんですよね僕こんな性格だから、はい、結構今まで喧嘩してきたんですよ、はいはい、で本当にあの張り紙がしてあってはい 大声で叫ぶとか何々の場合は威嚇行為になりますとか言って <laughs> あ確かにこういう問題が携帯電話のショップでは起こるんだろうなと思ってるんで本当にこの需要は間違いなくある、はい、でしかも一個一個全部本当はお金かかるじゃないですか、はい、これ馬鹿にならないですよね僕あの表に出てるものだけで30個はここに欲しいわけですよ。はい、30個の中で 何にもせずにもピッて出てくるのほとんどないのねもうと標準で出てくるものはなかなか全部あの ID とか僕パスワード今回全部控えたんだけど、はい、地獄ですねこれはそうですかなりの労力が、はい、慣れてる我々であのようやく容量がつかめるってうう僕あの前の機種がすぐ電池がなくなるようになっちゃって変えようとしてから3か月ぐらい悩んだもん またこの思いしなきゃいけないのかと思うと、もうちょっと我慢しようかな、我慢しようかなと思って、もうダメだと思って昨日ようやく行って、意、e、を消して、で、やってるこの3時間の間、ドキドキするんですよ。戻らなかったらどうしよう、戻らなかったらどうしようって、だって LINE とかスケジュールとか、全部消えちゃったら、もう一貫の終わりなんですよね。で、昨日スケジュールに1時間かかりました。結局バックアップするのに。たくさん入ってらっしゃるのに、5時間がうもう本当それで、困ったなと思ってたんで、これ、ただ、 最後に言うけどこの単価でやって1日に採算分岐が 3, 3万円とかえお客が20人で何でしたっけ、はい、で、えー、と1日あたり1万2000円っていうのはもう最低でもこれは採算分岐、はい、30日で36万じゃないですか、はい、これ36万円の売上でこっから利益がいくら出るか、はい、でその利益の50%を戻していくっていうけど 結構300万円投資したら、はい、これの会社ほど遠くないですかそこについてなんですけども、えっと、実際捜査のご案内でをメインには行うんですけどもちょっとアップセルとしましてあのやはりあの携帯電話の料金っていうのは今もあのかなり安くなったっていうふうにはあの総務省 であったりお国であったりがあの歌ってはいるんですけどもその安いプランっていうのはどうしてもあのオンラインで完結してくださいっていう形でまぁ、あ、店舗に行ってもなかなか手続きができるプランではないんですねで実際に私もその今スマホ教室で65歳から75歳ぐらいの方が圧倒的に多いんですけどもその人たちのスマホの平均額っていうのがやっぱり5000円ぐらいは毎月使用料で支払いをされてるんですね で実際ののの使いいい方っていうのはわからないので電話とたまに LINE 送るぐらいって実利用はほぼほぼされてないにもかかわらずその価格を払われてるっていう方がいらっしゃいますんでちょっと私の方ではその窓口を開くことによってその料金の見直し料金の例えばインターネットでしか手続きできないプランでもこちらで完結しますっていうことで5,000円っていう単価を いただくような別プランも用意はしておりますのでそこはして正直安くなったっていう実感が生まれるとかなり紹介紹介という形で今も実際にお客様が紹介いただけてるんでその部分でしっかりあの利益の確保はできるんじゃないかと見込んでおります顧客に寄り添うスマホの相談窓口を作りたいその提案に回想層祝いが食いつく 和やかな空気で始まるタイガーファンディング一体どうなる新生イエキャブフランチャイズ仮面展大募集詳しくは概要欄からコースがいくつかあるんだけど、はい、多分一番上のコース以外はあんまり売れないかなと思っていて、はい、特にこの2つ目のいつでも聞きたいコースっていうのはどうなんだろうって これってやっぱ困った時しか行かないような気がするんですよ、はい、これをサブスクにしていつでも困ったらいけるって言ってみたところで僕はあまりこれは売れない気がするんですよねそれどうですか実際に店舗で勤務してた時もですねあの実は一度操作にご来店されるお客様っていうのは本当に一ヶ月にもう趣味なんのかなっていうぐらいまあ朝から店の前に並んで スマホのことを聞きに来られるんですね<ー>なのであの需要はあるとは思ってましてかつ今集合型のあのーまあ、お勉強今日は LINE のことを勉強しましょうみたいなスマホ教室っていうのは聞くのは聞けるんですけどアウトトプッすする機会ってなななかかいんですよね高齢の方ってい言い方は失礼なんですけど聞いたものの使う頻度っていうのがどうしても私たちに比べると少ないのであれ どうやってやるんやったっけっていうような質問って本当に多いんですね。なので、そのサブスクにすることによって、まあ2000円払ってるんですぐに行きたいっていう、いつでもお金払ってるから聞きに行かな、損やって思ってもらえるようなプランで需要はあると思ってます。いやー、なんか岩井さんがすげー食いついてるんで、そうか、やっぱり。歌舞伎町ホスト界のオールトディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー、桑田流星。年賞26億。 緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代をけ引アジアの冬場の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思うそうかやっぱりこう日本の高齢化社会はこういうのが必要なのかって思ってたところっすねだからそこまでまだ理解できてないんでニーズがもうちょい欲しいからあとまあ料金プランがあんま差がないっていう1000円2000円3500円でもうちょい。 もうちょいわけでもいいんじゃないかなみたいなまだここは検討もちろんです、ね、1000、はい、円だったら、まあ、3000円3000円の次は7000円とかでもいいのかなみたいなわかんないですけどそんなに頻繁に来る方がいるなって思ってましたお安いですよねすごくねそうです高すぎるとどうしてもその僕らが私たちが操作で持っている知識をお伝えすることでそこまでの価値があるっていうふうにどうしても思えなくて批判するわけじゃないんですけど インターネットで調べて出てくる45分7,000円とかっていうのはどうしても高すぎるっていうのが思いとしてありますんでこのぐらいが最低ラインかと思ってこのプランにしましたでも逆を言うと7,000円でしっていうその回転率レベルなんじゃないかなっていうニーズがねだか7,000円でようやくトントンになるぐらいの。 感じじなんじゃないかなもしかしてもしニーズが多かったら値下げしても薄利多売でいけるじゃないですか、はい、って思ったんですけど違うのかなあおっしゃる通りだと思いますその部分に関してはその単価にしないと採算が合わないんで,、はいそ,でね、その設定にされてるとは思うんですけども、うん、まあその個別出張っていうのを売りにしてるとどうしてもそうなってきてしまうので、うん、まあ今回私はもうもちろんそれもオプションとしてはありだとは思ってるんですけども基本的には店舗で。 でかつちょっともう予約不要っていうような、うん、でも店舗型にすると今度は家賃とかがかかってくるじゃないですか固定費が増えますよね、はいはい、だからなんかこれどっちもどっちというか、うん、なんか派遣能がある意味サービスを広めるに適してるから今そっちがメインとか、はい、あと場所を問わなかったりとか。はい なんじゃないかなみたいな、ここまで行くのがもう億劫な方が。もしかしたら、スマホの使ってる方にいるんじゃないかなっていうのも思うんですけど、どうですかね。どうしても訪問型っていうのは、あの今ですね、詐欺とかが非常に多くなってるので。あのあ<っ>店舗に行く、あのごめんな<ー>店舗に行くの安心なんですけど、あのー。車、車の中古屋みたいな感じで、あのー。 ちょっとスマそうじゃなくて出張 <laughs> の差でそこに知らない人のところに行くっていうのはかなりの壁やと思ってまして店舗型にした理由っていうのもターゲット層があくまでご高齢の方なので、まあ、路面で「あ今日も人が入ってる」ってなってくると「あ私も行きたい」あ「あ僕も行きたい」っていうことで相乗効果が生まれるんじゃないかというのでちょっと考え方とは逆行するんですけど店舗型って っていうのにちょっとこだわってやりたいと思ってます森さんのい、はい、お店も予約制なんですか、はい、まあそうですね予約制みたいな形です今は、はい、だって予約制でなければめちゃくちゃ待たされる可能性あるじゃないですか、はい、僕この3連休かな1回も取れなかったんですよだからしょうがなく昨日になったんですよ、はい、で昨日時間ぴったりに行ってやってもらったんだけど、はい、すごいよね人のなんか並び具合っていうか なんでこんなに何しに来てるんやろって思うぐらいそうですよね<ー>携帯ショップはこれって、はい、最初の一発はお店に来るのは別にいいんですけど1、はい、一回で何かこう設定かなんかして株式会社ピナイン,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない 外国籍人材で未来を変える連続起業家のトラが志願者のマネジメントに切り込む1回で何かこう設定かなんかして2回目からは家でやり取りできるみたいにはなんないんですかねあそれもあのお客様のご要望があれば、うん、あくまでちょっと予約制にはなってはしまうんですけどもあの対応はなんかね可能ですそっちの方がなんかさばきやすいし例えばお客さん増えた時になんなら家で その受付する人が対応できたりするじゃないですか、はい、全部お店で完結させようと思わない方がいいような気はしますけどね僕は無理だと思いますだって家にかけるって言ったって本人の携帯電話にかかってくるじゃないですかでかかってきたもので僕みたいなじじいがあのでしりながら画面を変えて自分でそうだ、ねうん、絶対無理うんバックグラウンドでやっていないってことです、ね、だかそうだからやってもらわないと無理なんですよもう 自分で何とかすることもできないっていうのが高齢者です。<laughs> 茂木さんは優秀な高齢者です。いや, <laughs> いや、これ高齢者じゃねえし。<laughs> ただの年くだけじじいじゃない。あばらぼれじじいでもない。いや、絶対無理だと思う、僕。<laughs> そう。嫌だもん。それはちょっとさすがに、今でも、あの、ちょっとインターネットが繋がらなくなったんですって言って、電話がかかってきた時も。電話で操作するのも、ちょっと難しい。うん 一回ねアドマン広告っていうのがあるんですけどそのんかね背中に看板しょって歩くっていうサービスやっててともハッピーに紹介してもらったんですけどんかこれをね一回っってて街中でやほしいなんか店舗いるからって思うそんなに言うなら街中でチップ制にしてどれぐらいニーズがあるのかやってほしいスマホのこと何でも相談してくださいって書いてて「10分1,000円です」とかでそれでやった方が儲かんじゃない ワンチャン。これだってスケルトンのさ、はい、物件をさ、見せられてさ、なんでスケルトンが必要なんだって思っちゃうもん、俺。<れ>ちょっともったいないですね。<ー>なんか300万くらいかかてよしなので、内装費ってめちゃくちゃ僕らが経営者にとっては、まあ、減価焼却だし、結構重いんですよ。うん、僕もね、やっぱ店舗型いっぱいやってるんで。はい、なんか300万かけてまでやるかみたいな。しかも、まあ、この地域で、 いうて、なんか、地域的には高齢化社会の場所でしょこの岸和田って。はい、そうです。え必要みたいな。もう街中で建てないじゃんって思っちゃうんだよね。はい。うん。いや、どうしてもそこはちょっと店舗で、で、ちょっと駅が近くてアクセスがいいところでっていうので。だったらスーパーの中の一区画とか買いとかの方が、まだ安そう。はい、確かに、それは。<laughs> <laughs> うん。 だって高齢者の方でもやっぱね食材は買いに行くわけでしょ、はい、だったら俺はこっちの方がなんかそが、ね、初期費用高すぎるんだよね、これねやるにしては。はい、市役所とか使えないですかか市役所とかになってくるとあの、うん、もう NTT ドコモですとか au の代理店がもうしっかりそこに入り込んでる,いるん、はい、デジタル促進なんちゃら事業っていうので。 あ市役所に常駐はしてないんですけども、うん、スマホ教室をやりますみたいなのはそういうところと地元の代理店が提携してますね森さんは今お仕事はどんな感じなんですか、はい、生命保険の営業のお仕事とこれ携帯電話の料金のコンサルティングをして紹介料を頂くっていうような形で生計を立ってます収入どのくらいあるんですか収入は月に50万ぐらいです、うん、じゃあこれで より保険を売ろうとかそういう狙いはあるんですか実際ありますここに来られたお客様でニーズがあれば保険にもつなげたいっていう思いはあります、うん、それでいいじゃん僕から保険入って <laughs> 一番売れるんじゃないですか、うん、そっちの方がいいかもねでも、うん、だからあとはその意図があったとしてそれを収支計画に保険の売り上げは入れてましたあ、保険の売り上げは入れてませんでしてその理由としましては、うんうん、あの 私の人件費もこの収支表には入れてませんでしてアルバイトの方の人件費しか入れてないので、うん、保険の部分には入れてないですなるほどだからうっかりそっちでもうかっちゃったら僕たちには分けられないですねいやぜひそこは <laughs> そうですね今の形で言うとそうなっちゃうんですけど <laughs> もちろんそこはそうなんですねそこで儲かった分ももちろんしっかりすごいニーズはあると思うしけどプランが微妙なところもあると思うし 確かに店舗はそんなスケルトンからっていうのはちょっと考えづらいなとは思うんですよ。はい、ねえでも保険は良さそうですよねなんかね。うん、携帯保険っていうその家庭で必ず皆さんほぼほぼ契約されてるものなんですけどもよくわからないっていうので契約されてる方がかなり多いのでそこをしっかり適正にして料金を安くして生活を豊かにしたいっていう思いがあります。これだから、 多分そのみんな,なんか同じような感想を持ってると思うんですけどその高齢者に向けてスマホの相談窓口必要なんじゃないのっていうとこ自体にニーズは感じるんですよ。そこは全然アグリーで興味もあるお金も出したいんだけどこのやり方がちょっとねえ今時300万かけて店舗っすかみたいな。でしかも広がりもねなかなか難しいし何店舗も作るってわけにもいかないし。 でその割にあんま儲かんないじゃないやっぱ安いからっていうとこがね他のやり方ないですかねっていうのを今探ってる感じなんですけどねいろいろ序盤の空気とは一変事業計画を掘り下げる中で見え始めたビジネスの穴をつく虎たちこの局面どう戦い抜く まあなんか、その、携帯を売るとか、もうなんか、その、マネタイズとして、だからそういうのに持ってけるんだったらありですけど、まあ既存の携帯ショップがあるかみたいになっちゃうから、なんかね、マネタイズをもうちょい考えないと、ちょっと、薄いっすよね、儲けが。 でそのマネタイズの部分に関してはちょっと資料には記載がしてないんですけども地元の携帯の代理店ともちょっと提携できないかお客様を紹介してインセンティブをもらえないかっていうような話をちょっと2社ほど持ちかけてまして、まあ、そこに関してあの実際にお客様をご紹介いただけるんであれば紹介料をお支払いするっていうような確約代理り2店舗。<laughs> からはいただいてますんで、ちょっと実際にこういう店舗としても構えて、実際にお客さんがこんだけいますっていうことがあの証明できれば、スマホ教室の部分以外でもしっかりキャッシュポイントは立てれるのかなとは思っております。ちょっと変なこと聞いていいですか。はい、僕あの運営側なので、事前にあなたのこの企画書が、はい、僕の目には止まらないんだけども。 誰,誰がいいくらの希望金額できますみたいな簡単な表だけ僕見てるんですよ150万だった気がするんだけど、はい、途中で300万に変わったあの初めフォームに応募した際には150で書かせてもらってたと思いますなん、はい、で倍になったんですか、はい、実際にそれぐらいで済むだろうで志願したんです、はい、で実際にこの内装のスケルトンを業者に 3, 点3社ほどに。 どれぐらいかかかりますかっていうのを出したところもうそれぐらいはかかるっていうふうに言われてしまったのでちょっと300万で今回資料を作成させていただきましたなんか僕は頭の中に150ってのが入ってたんですよ今日。はい、で金額見ずにバーッとこれ見てて150万でこのビジネスできるんだったらいいかなぐらいに思ってたらよくよく見たら300でしかもそれがスケルトンでってなっちゃうと桑田さんや茂木さんがおっしゃってるようにいやこれでスケルトンを内装かけて。 それにに万かけるののっってうは完全に同意見になっちゃうんだよね、はい、やっぱちょっと無謀じゃないこれいくらなんでもそうでまああのー、本当に初期費用がかかりすぎてるっていうのは私も感じてるところではあるんですけどもどうしても私の生まれた岸和田市でその事業をしたいっていう思いがありまして、まあ、でもこのスケルトンのこの場所でなければいけない理由はないじゃない、はい、探せば普通に でで借りれるるところもあんんじゃないいすかはい、結構、岸和田市内をあの練り歩いて使えるところがないかっていうのは見て回ったんですけども、まあ、どうしても高齢者の方がターゲットで、電車もバスもあってで、近くに商業施設もあってっていう立地で言うと、もうここがピカイチだったので、今回、こちらの物件で志願をいたしました。これでもね、 あの結局そのお店をどうやってターゲットが知るかっていうこともあるじゃないですか。はい、でそこも宣伝していかないといけないですよね。例えばですけどそのドコモショップに行きます。でドコモショップに行ってなんか質問しようとしたらすげえ待たされる。 それからなんか冷たくあしらわれるみたいな人にドコモショップと提携してこの人が教えてくれますよって案内してもらうことはできないですかできないです。できない。もうコンプライアンスがすごい携帯会社が厳しくてですね、うん、実際に自社でしっかり対応すればお金になるっていうのを他社に振るってなってしまうのでもしかしたら 代理店との話なりうちうちでそういうことは可能かもしれないんですけど大元の会社ドコモであればドコモでにそういう声が入っちゃうと非常にまずいので代理店側はおそらくしないっていう答えになると思いますなるほどはい広さどれくらいなんでしたっけ物件の広さが何平米四十八平米です十六坪ぐらいですかね十六坪で世界のセレブが酔いしれる街銀座の夜からトラゲンマンより 銀座高級クラブ7位オーナーママ唐沢サ7位新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト果たして志願者たちは伝説のまままでも酔わせることができるのか16坪でこんなにかかんないっていけますよねスマホショップみたいなシンプルな,、ね、そうなもうこだわりはそんなに内装にお金をかけるつもりは。 ないので実際に正確な見積もりを今日本当はご持参したかったんですけどもどうしてもその見積もりを取るのに何日間かそう不動産屋の都合を抑えれなくても概算で大体これぐらいっていうのであの3社の見積もりが出たんで大体300万ぐらいはかかるのかなと思って今日この金額で来させてもらってますでも本当ねあの意外と曲がりさせてくれるところあると思います家賃多少 5, 5万とか浮くならね。はい なんかもうちょっと足使った方が良かでもガチでそのターゲット層が似たようなたくさんある店舗さんとかと最初から組んでまあどっか1店舗から始めればいいと思うんだけどそうするとこれいけるってなった時にバッと面で取れるんで結構そっちの方が楽しそうだけどな、うん、広がりとして。 いやあ、どか、どう考えてもやっぱりさあ、内装にこれだけかけて、1日あたりの損益分岐が売り上げで1万2000円っていうのが、1日に売り上げ1万2000円の商売をやるために、っていうことで考えると、普通に考えればね、ちょっと無謀なんだよね。どこまでいっても。1日1万2000円だったら、これ家賃いくら家賃は20万です。22万です。22万でしょ ?30 で割ったら、 1>, 1日7000円,円で1万2000円の売り上げだったらそのうちの7000円がもう家賃で飛んでっちゃうからもう5000しか残んないよっていうことでしょじゃあ1人一人の人件費で終わりじゃないですかそんなこと考えたあもちろんですはいでその初めで例えば水道光熱費だとか、はい、ねいろんなものもろかかることって本当に計算した はい、1ヶ月どれらいかれでなんででのが万円にるすかじゃあ、人件費は1日いくらかけるつもりでいるのもう初めは私があの店舗に入ってやっていきますんで、ちょっと空いた時間で、1か月に10万円を想定してました、うん、でも、それだったら、いくら利益が出るんだろう、1日当たり。利益は1か月20万5000円っていうのを想定してました。 20万5千円の利益が出たらその50%ってことは10万円じゃないですか、はい、じゃあ10万円だったら30か月かかるよねまず元気の300万を返済するのに、はい、っていうのはちょっとあまりにも遠くないですかそうですねもうそのペースでいくとかなり遠い金額になりますうん投資の割に面白みがないね残念ながらけどなんか月のこうね来年の1月は月100万儲かってますよで 1>, 1年間で900万ちなみに2年目は1年間で3000万もかるらしいですすみませんこちらがですねあの2年目の人件費と家賃がすみません大幅に金額が誤ってましてあれ人件費に関しては2年目が120万かかりますすみませんじゃあ利益はその訂正で2年目が2000万で3年目が3000万もかるっていう表になってますけどそれが実際いくらなんですか年、はい、年目が約万3年目がが…約、え、万、ー、 万ほどになりま,すまあ5,000万ぐらい。ってことはこの投資のスタートに書かれてる4年間のリターンの総額は4,200万ってこれもう変わりますよね。変わります申し訳ございません大体2,000万ほどを想定してます。まあでもまあなんかこの商売って街の人気者になれば普通に勝てると思うんですけどなんか僕たちが投資するまでがあるからっていう話はありますよね。 なんか正直地べた作戦でちゃんとその地域の方々に人気者であの人にスマホのこと聞いたらっていうアイコンになればいいだけなんですよ。勝ち方としては。なんか別に投資する必要あるかなみたいな <laughs> って思っちゃってるんですよね。はい。<laughs> だからスケールしたい感じもそんなにないんですよね。森さんから伝わるのが。やっぱりこの街になんか貢献したいとかいうのが思いが強そうなんで。はい。 なんかもうさっきのアドマン広告もそうですけどなななんんんかか一旦ででやっっっっててていいいじゃないかなって思っちゃ思ちすけどねそうです、ねまああの,そのご意見もごもっともだとは思うんですけどもどうしても困ってらっしゃる方がいつでもあそこに行けば問題を解決できるっていう気持ちが楽になるような場所を作りたいっていうので店舗 <laughs> でどうしてもやっていきたいって思いは強い部分で。 あります志願者の思いと裏腹にビジネスの無謀さを指摘する虎の面々それぞれの思いが交錯する後半戦物語はいよいよ最終局面へと向かう思いいつたのはすごいですねリライブシャツというシャツなんですが1日当たりの1万2000円を20組で割ると600円だ。 600円の単価ってどういういこと,あ、はいえー、とそれに関しましては、ちょっと想定の、えー、とお客様支払い予測っていうところで書かせていただいてるんですけども、プランの,あの10分以内で、ちょっとあごめんなさい、プラン名で言いますと、5分以内で、はい、ごめんなさい、10分以内でもう完結するっていうお客様が、はい、500円の支払いのみの方が18人、はい、で、9000円。 で、10分を超えて、ちょっと長くなって、10分を超えて相談したいっていう方が、お二人来られるとして、2000円発生しますの、ね、で、合計4000円で、1日当たり1万3000円は、確保できるっていう試算をしております。じゃあ、あなたの予測では、はい、ほとんどの方が10分かからない基本料金の500円だけ払っていくっていうイメージなんだ。はじめはそう思ってます。でそこかからもういかに しっかり対応してリピートしてもらえるかっていうところだと思ってますで、そのリピートの部分に関しては携帯ショップで従事してた時にしっかりし丁寧にご対応すれば何度も来てもらえるっていう実感がありますのでゆくゆくはしっかりマネタイズしていけると思っておりますあやろうとしてることなんかとてもいいなと思ってるんですけどね俺なんかちょっと数字が小さいっていうか このぐらいのビジネスしかできないのかなと思って逆にこのぐらいのビジネスしかできないんだったら極端にやっぱり初期投資を抑えないと冒険だよねこれこれでもその需要で言えば僕もっと全然でっかいビジネスにできると思うんですよでもその気があんまないってことでしょ岸和田密着で岸和田のおじいちゃんおばあちゃんに大人気の 森君みたたいいになりたいってことでしょまずは身の丈にあったところでっていうのでまずは地元に恩返しがしたいって思いもあるのでしっかりそこで作っていった後には大きくしていきたいとは思ってるんですけど今の自分の頭の中では想像ができないその大きくするっていうところが。 うん、なんかその割には身の丈に合ってない420万じゃんはい <laughs> なんかいや変な話喫茶店に森君がずっと一日座ってるんで何でも相談に来てくださいで済むレベルだと思うねあ天才それでいいやそうですよねそれじゃダメなんかなとやりたいことだったらもうそのまんまそれで実現できてる気はするんだよねだかなんかあそこの喫茶店の,あの端っこの席に行くと教えてくれるらしいぜみたいな話で、ね、スマホ喫茶とかいいかもしれないですねそうそうああいいじゃん さすが茂的のじじいやじじいじゃねえですあとやっぱねうんやっぱ志願者としてしっかり森君はあのんかやられ顔なんだよねうんですかずっと苦笑いしてんだよね普段は安心させる役だからんか不安にさせる虎ばっかりいてごめんねそんなことないですでも不安だようん利益が薄いから本当に利益薄いんだったらやっぱりスモールスタート大事だと思いますよ うん、でお金が取れるとか、なんかその、ちゃんとマネタイズできそうだなってなってから、やっぱり、うん、値段が上がっていくというか、自然に上がっていく流れだと思うんですよね、なんかちょっとこれだと、まあ、もやってみないとわからない感が強いから、やっぱ皆さんが言うように、お試しでや、まずはその喫茶店でもいいんじゃないっていう思いになっちゃうんだよね。はい、これ、金融機関からの借り入れは全然考えてないんですか、ゼロ,ゼロになっているんですか。 それは借りられなさそうってことですか。あ、そうです。もう今、あの開業資金で、えっと、すでに百万円は借りておりまして。その後の申請、借りでなさそうっていうのがあります。今は月にどのぐらいの売上があるんですか、あなたの会社は。月に大体九十万円ぐらいです。はい。その売上の。ほとんどは何ですか、はい。その売上のほとんどは生命保険とも、この携帯の。 ご紹介料っていう形で大体7割が保険で残り3割が携帯っていう形になってますうおおも,もっと需要があるとね感じてたんですけど<つ>ほとんどがやっぱ生命保険なんですよね売り上げがねあ今はあの実際捜査岸,岸和田市の公民館とかで教室をさせてもらったお客様から個別にお話は頂い,いてるんですけども 実際その教室でお金を頂くっていうようなことはほとんどやってませんでしたんで今やっとようやくあのもうお金を払いたい払わないと次森さんにもうお願いしにくいっていう声が多く出てきたのでこのビジネスプランっていうのをもっと加速させていきたいなっていう思いでほぼほぼちょっとあの今は 無料でちょっと教えてお兄ちゃんみたいな役割をしてしまってるっていうのがその売り上げが上がってない要因にはなってます。まあ,あその延長でまずやってみていいんじゃないですかね。うんうん。おー四百万やりすぎだよ。<laughs> <laughs> <laughs> 急に急にこっち行きすぎ。うん。 なんかでも生命保険売って生計は立てながら、はい、ただで今おじいちゃんおばあちゃんに教えてるわけですよねそれやりたいこと実現できてるんちゃうのって思うんですけどそもそもそうもうすでにちょっとずつ、はい、できてるのはできてると思いますえそれでよくないですかじゃあ例えばでそれをもっと <laughs>、はい、<laughs> いやんない <laughs> 大きくなん,なんないじゃんこのプランじゃなんか大して変わんないと思うのよただ箱作って、はい、金使っただけでうん 今は本当に初回のお客様をようやく楽しませられるようになってきたホストなんですよ。はい、で、急にオーナーになろうとしてるんですよ。はい、指名取らないと、まずは、お客さんの数取らないと、はい、お前なんで急にオーナーで目指してんだよって、俺だったらホストにいっちゃうな。はい、<え>数取るためにも店舗っていう考えがありました怒 <laughs> っ,ってないんだよな。<laughs> まあけどね、身の丈にあったっていうようなこともおっしゃってましたけど。株式会社、イヤシープ代表、林直弘学習塾で全国制覇。年賞100億円超えを実現。次に仕掛けるのは、極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援。積んだ金額は、驚愕の2億円超え。積む、積む、積む。軍資金とノウハウを授ける、フランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。 まあけどね、身の丈に合ったっていうようなこともおっしゃってましたけど、まあ確かに投資額が大きいから、もう少しってあるんですけど、でもね、ビジョンは必要だと思うんですよ。こういうのをやって、もっとこう広めて、こういう困ってる人をもっと救いたいとか、こうね。だから、まあ身の丈に合ってるビジネスで一軒で岸和田でっていうね、やっぱ僕たちもそんなに縁もゆかりもないしね、これがどう広がって、どういう夢がある、どう社会貢献、 できるのかみたいなのはあってもいいよね。はい、それがもう伝わらないから、はい、初期投資、だこういう箱でね、その地域に根ざしたっていうのは身の丈に合ってるかもしれない。でも投資額がちょっと大きいかもしれない。でも、そこはビジネスモデルが身の丈に合ってるからこそ、僕たちのこの心が動きづらくなってしまう。そこがあるね。はい、これが もうこれだだけ世の中に困っているる人がいるんだね岩井さんもアシストがあったわけだから、はい、でこういう人を救えたらこんなにんか孫とおじいちゃんの交流がこう活発になってとかこういうふうに困ってる人がいてこうなんですみたいなそういうのが伝わったら出るんだけどねって言ったらっっちゃったね、はい、<laughs> それでは時間が来ましたので、えー、と森さん最後に一言お願いしますラストストトトテートメントです。 ははいいい今日は貴重なお時間たただきありがとうございましたあのスモールスタートからっていうお言葉も頂い,いたんですけどもあのもちろんそこも検討しながらにはなるんですけどもまずは今日お伝えしきれなかったんですがビジョンっていう部分をしっかり持って社会貢献していきたいと思っておりますので是非応援いただける虎の皆様いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。本日ははありがとうございいいましたそれでは壁側をお向きください、はい ファイナルジャッジメントタイムですそれではただいまより最終決断に入ります1枠円のリュッピーお願いしますす、はいそれでラッシングただ半年後に FC チャンネル出ていいよ <laughs> ありがとうございます <laughs> うん 本当に必要だと思いますだから半年頑張ってくれはいで、きっとこんなにお金かからなくても展開できますよっていうのを林さんが広めてくれるはずだ以上はい、ありがとうございますはい。続きまして、えー、茂木さん耳がキンキンですよ <laughs> しいはいはい、えーっと三十万ですありがとうございますはい なんでしょう僕人としてはなんかすごい好きですありがとうございます信用できそうだしなんだけど逆に30万ぐらいで俺これできると思っててこのぐらいでできるよっていう額ぐらいしか僕は出したくないなって感じはあります正直はい、はい、なのでその30万を書きました出ります茂木さんから30万円が出ました続きまして七重さんお願いしますはい偶然茂木さんと一緒ですけど、はい がいます私もね30万円最初入っていらっしゃった時にどんな方がこの、ね、入ってくるかなと思ったらもう本当にあのスマホショップの方みたいな, <laughs> <laughs> なんかずっとやってらっしゃったって感じがすごく出てたので,で信頼性もあるしいいビジネスだなと思って聞いていたんですけどやっぱりそのねミニマムで,でも,も本当に FC 展開 あのできるぐらいな感じでまた来ていただけたらいいんじゃないかなと思って今は30万円。はい。はい、ありがとうございます。七井さんから30万円が出ました。続きまして岩井さんお願いします。はい、ごめんなさい。僕はナッシングです。えっ、ー、と150万円なら一人出ししてもいいかなと思ってたぐらいあのなんか共感できるプランだったんですけど、どうしても自分の中で最後まで内装工事費に300万円かけるっていうのが 整理ができなかったですね。ごめんなさいね。ありがとうございます。はい、すいません。それでは最後に林さんお願いします。ビジネスのねこの数字も間違ってるし、で数字が間違ってたら、それの訂正とかをね手書きで書いてくれたりとかしてる。だって分け前とかもずれてるからさ、そういうのはちょっとなっと思いましたけど気持ちだけ純美。感じですね。ありがとうございます。でもすごくいい人そうですね。地域に愛されるというかすごい相談きそうだなと思いました。 それでは、えー、現時点で70万円ということになりますので今回は残念ながら希望金額に達しませんでした、えー、ナッシングとなりますお疲れ様でしたお疲れ様ですありがとうございましたそれでは最後に、えー、と森さん一言お願いしますはい本日は貴重なお時間いただきありがとうございましたあの皆様からいただいたお言葉を胸に留めましてしっかりあのまずは地元で あのスモールスタートでっていうところをしっかりやっていて半年後に FGC チャンネルでおさ話になりたいと思っておりますいいよはい、うん、本日はありがとうございました、えー、今回はナッシングでしたので僕からも一言「ラウンジグループ代表バン中村」「リシーサロン経営から喧嘩バズるロワイヤル取材令和の寅司会までバズりの法則を持つこの男ブレイキングダウン賛成を起爆剤に持ち前のバイタリティーであらゆる業界に牙を剥く」 志願者へと語りかける、今宵俺とぶつかり合うのは、あんたでもいいよ。森さんの人柄はもう最初から、本当に携帯ショップの方だと思いました。<laughs> で、なんだろうな。あの、本当にこのなんですかね。あの提案というか、この、言ってみれば、まあ、これ使うかわかんないですけど。保険の窓口の、まあ、スマホの窓口じゃないですか。需要確実にあるんですよね。僕だったらっていうの、いつも思いながら横で聞いていて、何かフォローって思ったんですけど。 例えばこれをなんかスケルトンじゃなくてじゃ聞きながらじゃあもうなんならそのドコモとか au とかスマホショップの目の前で俺は机を置いて道路使用許可取ってそこでやるよとか先ほど言ったそういう本当に宝くじ売り場的なものがあればできちゃう仕組みだからそれに何か便乗したりあとはなんか補助とかもなんかおりそうなジャンルの内容っていうのは多分経営者だったら皆さんよぎったりするんで多分出しづらいって部分もあったと思うんですよね。 だからそういうところをもう少し勉強さらにしてもう一個上の殻を破った状態で FC チャンネルに出てもう全国のそう携帯ショップの真横に出せるぐらいなそんなあのビジネスモデルがあってもいいのかなと僕は思いました、はい、これからも頑張ってくださいお疲れ様でしたお疲れ様ですありがとうございます,したすり思いを胸に挑んだ戦いは残念ながらナッシングで終幕 和やかな空気を作り出しトラたちの興味関心を引き出すも完全オールまでは届かず新たなスタートを切る志願者を見送りタイガーファンティングは次なる志願者を待つ仲間ととががれるトラとつながれるるもちろん主催者もつながれる。 令和のファンクラブ、入会はこちらから。